おはようございます。ウエスト浜田です。浜田は、前回ちょっと雨の中喫茶店に行きまして、前回美味しかったね。チーズケーキもさ、美味しかったし、ナポリタンとかも食べれて。前回は雨でしたけど、今日は、はい、晴れてますね。めちゃくちゃ晴れてます。うー、これ見えるかよみんな。うーむっちゃ晴れてる、快晴、はい、いいね。今日ここは、そう、今日は大森、東京大森に来ております。僕が来るのは初めてです。喫茶店来るためだけに行くっていうのがちょっと嬉しい。もう電車もこんな感じで走ってます。うぅっ、この間のザ・都会な感じではなく、はい、結構住宅街な感じ。住宅街ですね。もや、今日は住宅街の場所で喫茶店に入っていって楽しみたいと思います。じゃあ早速行きましょう。行ってきます。喫茶と浜田。これ喫茶店入ったらこのメガネ、はい、サングラスメガネに変わるから。あ、そうなんですか。うん、取れるっすか、レンズが。これ超光グラス言うてね、はい、紫外線を感じたら、はい、サングラスに変わるんですよ。あ、そうなんですか。そうで、紫外線ないところで普通のメガネに変わります。超光グラス。すごいですね。最近買って、はい、お気に入りでつけてたら、はい、スノーマン向井康二も、はい、真似してます。ああ、じゃあゴルフってメガネ。あ、ゴルフの時にもサングラスつけるんですけど、うん、外に出た時に、はい、ちょっとね、眩しいから。ゴルフの時はメガネ。ゴルフの時メガネやけど、ちょっと言うてたらもう速攻つきましたよ、これ。じゃじゃん。コーヒールアン。あ、こっちか。コーヒーテールアンですね。ここね、いいですよね。これこっちにもずらーっとこんな感じ。あ、ちょっとええやん、これ。こういう感じ。あ、見て、コーヒー豆、コーヒー豆が飾ってる。まあ、こんな感じで種類がありますよって。コーヒー豆買って帰れるってことですか。あ、そういうこと。え、最高やん、買って帰るで。ガテマラ買って帰れます。好きやから、美味しい。炭火ブレンドもある。じゃあ入ってみましょうか、はい、なんかカップとか飾られてます。え、どこ。あ、ほんまや。すごい、おしゃれ。これエスプレッソ飲むカップや。ちっちゃいやつちゃん。あ、いいですね。おしゃれやな。ルアン。ルアン。ルアン。いいよ、行くよ。いらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。すいません。浜田です。お邪魔します。お願いします。逆に書いてどうぞ。ええ感じやな。見てみ、あれ雰囲気どうですか。めっちゃ最高やねんけど。最高。この階段一段一段アートになってる。うわーうわー素敵や。あ、見て、お2階も広いっすよ皆さん。1階も広いですけど、お2階も広いよ。このソファーの感じとか、テーブル、ほら、ちっちゃいテーブル、俺の好きな一つなんじゃないかってテレビね。で、これみんなで朝囲むんやな、これ。はい。はい、これ、こういうカウンターみたいなとこ好きやねんな。これ味出てるやん。こんなめっちゃ味出てるやん。見て。どうですか。ああ、やばい。めっちゃ見たい。ええやん。ええやん。ありがとうございます。シャキーン。パシャ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 。はい、もうね、皆さんご覧ください、このメニュー。見てこれ、このメニューの味、このメニューの味、これ。うわうわ、ええやん、これ。
これやこれこれもう怒らないよ言うて消してるやつや値段もマジックで書いてある。アイスコーヒー、トワイニングって何、紅茶、トワイニングっていう味出とるで。これなんすか、あこれも、うまっそう。ケーキ、ケーキセット、ケーキセットや、ケーキセットとか最高やん。ミルクレープもあるよ。あ、ベイクドチーズケーキ、チーズケーキ大好き。まあよ、レアチーズケーキある。あでもレアチーズケーキ前食べたしな、どれ食べようかな。うわちょっとコーヒーめっちゃいっぱいある、どうしようかな。おすすめ聞きます。そうしますか。おすすめがやっぱ一番いいからね。前回も言ってたけどコーヒーもおすすめがいいし、やっぱそこならではの味があるから、推してる味みたいな。モーニングセットもおすすめって何かありますか、食べ物も。まあうちのブレンドはこちらなんですね、スペシャルブレンド、はい、あとまあアイスコーヒーも美味しくて、あとスペシャルアイスコーヒーはシナモンが好きだったらいいかな。香りが特徴なんですよ、そのシナモン。はい、シナモン、生クリームが上にちょっと乗ってるんですね。へぇ、そうなんですか。あとはなんかご飯類は、なんかご飯類、あ、スナックこちらですよね。まあこんな感じなんですけれども、まあピザトーストとかですかね。ただ厚切り、ピザトーストおすすめの一ついただきます、はい、コーヒーも、はい、ブレンド、ブレンドコーヒー当選だね。これはモーニングにしますか。ブレンドのモーニングで、はい、かしこまりました。ピザトースト、はい、かしこまりました。ありがとうございます。オリジナルブレンドってこのお店のブレンド好きやねんの。今日はちょっとあの周りに人がいないから声出して喋るやろう。どうですか、メガネになってきましたね。あ、確かに、ほら、ね、すごいですね。すごいやろ、もうちょい服は最近メガネかけてますよね。最近メガネかけてますよ。なんか何本かこの喫茶と浜が配信されてますけど評判が結構いいし、はい、メガネしますか、はい、嬉しいっすありがとうございます。ちょっとコメントでもちょくちょく僕も今待ってて、はい、嬉しいです。喫茶店に似てる気分になれるとか言うてくれた人もいたから嬉しいな。でも皆さんぜひ友達と行ってみてください。喫茶店って言うんですよ、カフェですよ皆さん。ぜひ喫茶店に行ってほしいですよ。何が違うねんって言われたら俺もちょっとその辺わかんないですけどまあ響きなだけだけど、こういう喫茶店っていうのはちょっとねまた違う朝を体験できるかな。ちょっと極上な僕は朝っていう感じですかね。すみません、お待たせいたしました。いや、ありがとうございます。モーニングとブレンドコーヒーのセットになります。ありがとうございます。オーマイガーシュ、めっちゃバレティフやん。コーヒーの見た目はどうですか、なんか濃い薄いみたいな。どうやろこれ見た目的にさ濃そうな気がするけどな、うん、表面にねコーヒー豆のこのちょっとこうなんて言ったらいいやろ、油じゃないんかな、油じゃないん、なんて言ったらいいやろ、ここがベストかな、これか、これか、照明具合でこの部分とか、この部分とか分かりますか、こういうの好きよね、好きよね、どういう好きなんですか、分かるかな。見た目もつい匂いするやあ、香ばしいですね、香ばしい香り、香ばしい、見た目もちょっと濃そうなんですけども、すごくサラサラしてそうな感じ。そしてトースト、この斜めに切られた感じ、これはもうこんがり焼き上がってます。卵、卵もこの卵のサイズに合わせたんちゃんっていうぐらいの器が茹でティーミング
コーヒーからいただいていきたいと思います。いただきます。あ、うまっ、あ、うまっ。すっごい香ばしい香りするコーヒーが、うわ、一番好きかも。これ濃いように見えるんですけども、まあ、色的にもあれですね、このコーヒーを飲んだ時のこのニョ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 みたいなのはなくて、苦味少ないです。飲みやすいブラックでもほろよーい苦味のコーヒーですね。うわー、このコーヒーホットコーヒーの暑さも絶妙っす。暑すぎない。そう、熱によってコーヒーの味っていうのは変わるので、だからちょうどいいんですよ。熱々だからいいとかではないんですね。熱々で美味しいっていうコーヒーもあるし、今は熱々飲みたいって時もあるじゃないですか。そういう時もいいんですけど、この何ていうの、朝に飲むにはちょうどいい温度なんですかね。僕はですけどね、人によると思いますね、こちらは。あ、これ多いんちゃうかなと思ったけど、量そんなことないっすね。ピザトースト来ましたよ、これ見てください。ピザトーストのこのパンの厚さね、これ食パンの厚さご覧ください。わかりますか？わかりますよね。パンの厚さ、なんか他のものに例えるとどんぐらい？ね、ちょうど僕の小指ぐらいですね。小指ぐらい。小指ぐらい。うん、だいたい僕の小指ぐらいの。これぐらい、耳、耳ぐらい。あ、俺の小指と耳一緒のサイズや。どういうわけですね。難しいな。あ、ゆで卵1個分かも。ゆで卵1個分の厚さやろ、これ。わかる、みんな。とりあえずですけど、とりあえずですけど、分かりにくい説明は置いといて、とりあえず冷める前にいただいちゃおう。いただきましょう。まずトロトロのちょっとチーズ乗ってるし、またまたこれも取らなあかんじゃん。いくよ、みんな。うわうわ、最高。いただきます。いただきますね。うまい、うまい、うまい、うまい。パンサクサク、ふわふわ、チーズトロトロ、ハム香ばしい。あ、あ、玉ねぎもある。うわ、おすすめしてるだけありますね。トーストってどうですか、喫茶店行くと頼むことあります？僕は家でお母さんが作ってくれるピザトーストが朝出てきてたんですよ。だから僕の家はどっちかというと朝ごはんがご飯とか鮭ではなくトーストとコーヒーだったんですよ。で、喫茶店行って食べることは少ないんですよ。なんなら家で食べてたから。あ、だから外では食べてなかったんですけど、いいですね。めっちゃこんがり焼けてんすよね。サクサクっすよ。外ほんまにこんな、この音、この音が俺一番好き。で、中ふわふわですね。家でやるとやっぱケチって薄切りのやつ使っちゃいますよね。うん、名前も食べたいからね。美味しいな。贅沢です。いただきました。はい、ヒビスク、ヒビスクちょっとポトッ。
ことテーズに合う合う。何が乗ってんすかこれ。これ何が乗ってんすか。アサリ。なんですかね。ここ。アサリ。アサリ？わかんないですね。マッシュルームとか。マッシュルームとか。キノコかな。わかんないや。喫茶と浜田見て、その店行ったよって人がいたらコメントください。おいしい。やばいってやばいって浜田、おしゃれな服にコーヒーこぼしてるや。俺よくこう服にコーヒーこぼすねんな。だって喫茶店にはおしゃれしていきたいやん。最高ですね。さあ、どうせ行っていきましょう。あら、バターやろっか。うわ、これピザトースト食べて喋ってる時間あってもまだサクサクふわふわやで、これ、うん、どんなトースター使ってんの。パンも当たってなかった。また違う美味しさやな。バターで食べるトーストは美味しい。チョベリグ最高。あそこは何派すか。パン派すか。ご飯。ご飯。日本人やからね。パン派ですか。僕パン派っすね。でもご飯もやっぱ食べたい時はあるんですけど、でも日本人はやっぱりパンよりもご飯の方がいいらしいですよ。あとコーヒーよりお茶の方がいいとか。僕は純太に聞いたんですけど、お茶とかの方が集中力で、やっぱ日本人って昔から育ってるからいいんですって。緑茶とかの方が集中力が高まるんですって。だから僕は目覚ましたい時とか集中する時はお茶飲んでる。でも朝はパン派やな。ホテルに朝食ついてたりするときあるじゃないですか。あれもパン行きます。洋食やったりする方が絶対に聞きます。あの電話してコーヒーっておすすめでありますかとか。ホテルによりますけどね。大体聞きますね。で大体パンかな。両玉を飲めたいと思います。こうやって殻ってさ、こっちに入れるってことかな。これの俺仕組みいつも分かってなくて、こういうの、はい、もしかしてこれに。え、まさか。え、これ殻入れるよかな。これに入れたらあかんのかな。あ、もしくはこっちだね、こっちだった。じゃあこれ上だけ捨てればいい。洗うけど、この手間省けよう。おい、うわ、この卵むけやすい。むけやすい卵。おっとっと。どう考えてもかかりすぎやろ。もうやっちゃってるやん。いいわ。しっかり茹でられたる。朝だね。もうちょっとで昼ですけど、今日は。ここのカップどうですか。このカップめっちゃ良くない？可愛いですよね。指は入ります。入ります。
ちょうど人差し指だけの。もう綺麗なカウント。これなんじゃ。あ、アロハ。うん。これでも、前回のカップの小ささよりも少し大きめです。でしっかり握らないといけない、ここは。前回のも指通してもうやっと持ち上がるぐらい。ちょうど。ほら、いろんな人の指のサイズにはまるようになってますよね。あの、何の話やん。でも俺の好きなカップかも。あ、本当ですか。うん。あれ、家でもこういうの置いてるんですか、カップ。僕は、あれ、ステンレスの感じかな。まあ、英語をオンラインでするときに、その、先生と喋ってるときにコーヒーを飲むんですけど、だいたい長いときに2時間ぐらい。やると冷めちゃうのでステンレスタイプを買いました。うん、めっちゃいいっすよ。もうこんなんは持ってない。たまにお皿も付きであるじゃないですか。そんなんは持ってない。そんなんやったら、だから僕コーヒー飲みすぎる時があったからちょっと抑えてます。このコーヒー一杯もちょっと多いんですけど、僕いつも飲む時二口ぐらいだけ入れるんですよ。だからいつもツアーの時に入れる僕の一杯、今のこの量っす。めっちゃ少ないですよね。少ない。はい、メイクの時とかこの量すじゃないと永遠に飲むんで、だから時間をかけてコーヒー一杯分飲むぐらい。ほんまに美味しかったルアンさんのこのトーストのセットとピザトースト最高。雰囲気最高。いいね。ありがとうございました、ルアンさん。ごちそうさまでした。お、見て、正体、正しいバンドロックバンドの作り方やって。あ、なんとこの喫茶店びっくりなんですけども、うちのメンバー、はい、流星とカミちゃんが正しいロックバンドの作り方で来てました。これ来てましたね。そして我らの先輩亀梨さん、亀梨くん招待で来てました。浜田ここにいます。ピンと合いませんけどここにいます。はい、この招待でも亀梨さん来られてたと。ちょうどこの席ですって。皆さん上がってすぐの席。へえ、メンバー来てたんかーい。びっくりですね。うわっ、こんなんマジ最高じゃないですか。はい、このまま見つけたら1位。